ます。リョウビちゃんは勝ったみたいだし、リョウナちゃんも続かないと。あ、みやびちゃん、大丈夫です、ご心配なく。リョウナちゃん頑張りますから。肩に力が入りすぎているぞ。え、いつも通りそのままのお前でいいんだ。は、はい。いいか、お前は十分に強い。自分の力を信じて戦ってこい。お前の力を私も信じている。あ、わかりました、頑張ります。何言ってるのよ、調子狂っちゃうよ。今さらそんなこと言われても。何もかも遅いんだから。
また変なのの登場かいな。あなたがリョーナちゃんの相手ですね。キャー、よろしくお願いします。あんたヘビ女のおってやろ。なんでそないにヘラヘラしてるんや。ダメですか。ダメだったらやめますけど。せやな、好きにしたらええんちゃうの。そんなこと言われたら困ります。とりあえずそこはダメだアホと罵ってくれないと。あ、でもでも、どういう風に接するのがいいか一応言ってください。わしの反応が気になるんか。はい、それはもちろん。リョーナちゃんのことをどう思っているかはいくら敵さんとは言っても絶対に気になりますね。あと感情表現が下手くそそうだから、一緒に気持ちむき出しにしよう。楽しいよ。だからどんな感じがいいか言ってください。言って。そのままでええんちゃうの。別にわしは楽しいとかそんなん気にせえへんから。じゃあじゃあ、なんや。ならこのままのノリで戦ってもいいですか。ええー、って言ってるやん。おー、だったらあなたもリョーナちゃんのノリに合わせてください。なんかリョーナちゃんだけバカみたいです。わかったわかった。なんや、ようわからんけどちゃんと合わせてやるわ。それじゃ、リョーナちゃんと戦ってもいいかな。いいとも。じゃあ行きまーす。リョーナ、悪の誇りを舞い掲げちゃう。任務開始。
行くで。忍び転身。嫌でしょ。最後まで変なやつやな。いや、あんたはそれでいい。そのままでええと思うで。それにしても強いんやな。そのままがいいか。さっきみやびちゃんにも言われたな。そのままのりょうなちゃんって何なんだろう。お姉ちゃんを殺したみやびちゃんは許せない。絶対に許せない。でもだからって復讐するしか方法はないのかな。迷っちゃダメだ。お姉ちゃんが死んで帰ってきた時のことを思い出すんだ。りょうなちゃんはやる。これがそのままのりょうなちゃんなんだ。りょうなちゃん、よくできました。りょうなちゃん、絶対強くなってるよ。新しい技、思いついたよ。新しい技、思いついたよ。you